ベンドルフ郊外のザイン城、ザインビトゲンシュタインザイン家は、ドイツラインラント地方の諸行家門ザインビトゲンシュタイン家の分子。この加盟を冠した家系には、19世紀前半に耐えたものと、現在も存続しているものの2つの系統が存在する。ザイン白量を治めるザインザイン家が1606年に耐えた際、冒険のザインビトゲンシュタイン家の次男である、ビルヘルム三世が、 1591年に、ザインザイン家の女子相続人、アンナ・エリーザベトと結婚していた縁により、ザイン白爵領を受け継いだ。ビルヘルム3世の系統は、ザインビトゲンシュタインザイン家と呼ばれたが、夫妻の孫息子ルートビヒがわずか7歳で死去すると、ザイン白爵領の相続問題が起きた。ピョートルビトゲンシュテーンゲンスイルートビヒ伯の母で、摂政のルイーゼ・ユリアーヌ・ホンエアバッハは、二人の娘、 エルネスティーネとヨハネッテに白爵量を分割相続させ、前者はザインハヒエンブルク白爵量を、後者はザインアルテンキルヒエン白爵量を、それぞれの根下にもたらした。これにより、ザインビトゲンシュタイン家は、ザイン白爵量を創出した。ザインビトゲンシュタインザイン家の男結は、ビルヘルム三世伯と五歳との間の息子の家系が、その後も続いていたが、 1846年になって、断絶した。ザインビトゲンシュタインザイン家の加盟を称した、もう一つの系統は、ルートビヒフランツに世白を子祖とし、ザインビトゲンシュタインベルレブルク家から18世紀、前半に枝分かれした、ザインビトゲンシュタインルートビヒスブルク家である。ルートビヒフランツ2世の孫ムスコペーター、ピョートル・フリスティアノビチビトゲンシュテインは、ロシア帝国に将軍として使え、 ナポレオン戦争での指揮官としての功労を認められて、陸軍元帥となった。1834年には、プロイセン王国のザインビトゲンシュタイン公に、昇釈している。ザインビトゲンシュタインザイン夫人レオニルラ、フランツ・ビンターハルターが、ピョートルの息子のうち、長男リュートビヒ、レフ・ペトロビチビトゲンシテインは1828年、当時の全欧州で最も裕福な個人資産を、 有する女子相続人、ステファニア・ラジビウを最初の妻に迎え、欧州一の富豪となった。リフは1861年、ザイン・ビトゲンシュタインザイン公の称号を授けられ、ルート・ビヒスブルク系統はこれ、イゴザイン・ビトゲンシュタインザインを加盟とした。また、ピョートルの末息子、ニコラウス、ニコライの最初の妻カロリーネは、作曲家、フランツリストの愛人として有名である。 レフ・ペトロビチの彦で家督を継いだルートビヒの弟ハインリーヒは第二次世界大戦期のドイツ空軍でエースパイロットとして活躍した。現在の課長はルートビヒの長男アレクサンダーで彼は文化遺産保護団体ヨーロッパのストラ連盟の副会長を務めている。ありがとうございます。